今日エレタの家行ったよ。行ったよ。やばいよね、なんか最近なんか髪の毛も変な髪型よくするし、よく人とお出かけしてるしね、怖いね。私かな、本当これは本当にやばいっていうのも不安なんですけど。マジ顔少ない、見て口の色ってこんなにないんだよ、もともと。あれ、人が変わったんすかって。うん、ちょっとね、そうね、変わったのかもしれない。明日の天気大荒れだね。ね、大荒れだったら結構やばいのよね。結構やばめ、やばめてか今ちょっとしかしないんで、てかこんな時間にするの珍しいよね。やばい、ちょっと前髪がないと、眉毛ないのバレちゃう。スピン配信、いや結構いつも薄めなんですけど、口とかさ眉毛とか一応描いてるけど、見て肌綺麗じゃん。肌ね、治ったんです。一時期ここがマジで本当に、いやびっくりするぐらい荒れてたんですけど、やっと戻りました。で、何を落としたっけ。完全すっぴん、完全すっぴんだよ。びっくりするぐらい、さっきマジで真っ赤だったけど、今真っ赤じゃないです。真っ赤なお花の友達さんはいつもみんなの笑いもの。よし、さくらちゃん、さくらちゃん連れてきたい。ちょっとお待ち、ちょっと大女優なんで。すいません、さくらちゃん、なんかちょっとオファーが来ておりまして。大丈夫ですか。そうね、ひたはちょっとあんまりいないんだけど、女の子だからあんまり映したくないんだけど、なにほう、さくらちゃんです。さくら、おとなしいんじゃないとマジで本当に良くない。本当もう本当あなた女優になれるよ。かわいい。こちらです。さっちゃん、あの良いお年をって言って、ずっとしようって。2023年も我が山内優奈が本当に大変お世話になりましたって。2024年もよろしくお願いしますって言って、あと私の応援もよろしくお願いしますって言って。そうそうそう、いやらしいです。ダメよそこは。そんなことするんだ、ダメだよねえ、ダメ、こらダメってば。もう本当に良くない。部屋の上にね、違う、部屋の上にいっぱいのなんかメイク道具とか置いてるんですよ。メイク道具とか置いてるから気になって仕方ないんだろうね。何かいるって言わないで、怖いから。しかもなんかめっちゃあれなんだ、クマが来てる。ギフト、クマ、クマ、クマ3匹いる？クマ3匹いるよね。あ、イコアンさん、これ何の、ゆくって書いてる、何ゆくって。イコアンさん、タカさん、セアマさん、ありがとうございます。クマ、行く、いや行く年来る年ってことね。なるほど、ありがとうございます。すっぴんびっくり
ありがとうございます。さっきまで、さっきはあの一杯飲んだんで本当に多少酔っ払ったんですけど、酔っ払ってたんですけど、今は酔っ払ってないです。もうさっきマジでね笑ってた、ずっと。しなんかもう寝れるって感じだった。もう眠くてびっくりみたいな。来年もしないとね、ショールーム。そう、今あちょっとあの何ですっけ、一杯で赤くなるね。そのね、あん、その時のその時の体調にもよるんですよね。なんかちょっと酔い残ってないですか。残ってないよ、失礼な。結局何杯、一杯しか飲んでないよ。明日もあるしね、明日もあるから一杯しか飲んでないよ。ビール飲んだんですか。ビールじゃなくてサワー飲みました。ヒーローちゃんがユーナシとお話できる関係になれて嬉しいって。私も好き、大好き、本当に大好き、本当に大好きって言ってて、ヒーローに。あ、大好きって言っちゃダメ、知らないって言ってて、ダメ、あんまりあの甘やかしちゃダメ。何言おうとしたっけ。あ、そうそう、今ショールームちょっとしかできないっつって、今急遽配信してるんですけど、あ、 YouTuber さんみたい、急遽今配信してるんですけど、あのお風呂に入る前という、今からお風呂に入りたいなと思ってその前に配信してるよっていう。愛知と扱い違くない。まあ愛知はしょうがないよね、愛知だから、愛知だししょうがない。いいな、安上がりで。確かに安上がりで、安上がりで、確かに安上がりだ。カウントダウン行く予定だったんだけどインフルになっちゃって行けなくなっちゃった。インフルね、インフルは良くないよね。そっか、早く治してね、良くなってね。なん、愛知になんで冷たいの。愛知に冷たいんじゃないです、これが私にとっての愛なんです。愛を伝えてるんです。なんだろう、なんか冷たいって思われるとちょっと、まあなんだろう、初めて見る方とかは誤解を呼ぶかもしれないですけど、これが私たちのいい感じの関係なんです。ゆなちゃんって飲んだらどうなるの。泣いたりする。泣いたりしないです。目がもう眠たいになって、でもよく笑いよう、笑ってるような、でも記憶は全然あるから、うん、ただね真っ赤になる。ほんとその時によってお猿さんみたいな、お猿さんみたいになっちゃう。うん、かな。マジで顔薄くて、顔がすっぴんだとちょっと見れないわ。お、酔っ払い様、酔っ払い様って何。お仕事中のチャーニーに頑張ってって言ってくれ。頑張って、酔っ払いじゃないから、ふざけないで。永遠に笑ってそう、永遠に笑ってそう。でも永遠に笑ってるかも、急にで思考停止してそう。なん、あんま分かんない自分でも。覚えてるけど、人から見てどう見えてるのか分かんない、私の酔った時って。あのエレンに聞いてみてください。なんかピーちゃんに似てたって。ピーちゃんお姉ちゃんだよ私の。うーん、何分に終わるかな。でも本当に今妹なんですけど、マジで家か、お風呂に入る順番がそろそろ来るので、マジであとちょっとで終わろうと思うんですけど、一緒に飲んでみたい。そういう企画あったらさ面白いよね。やばそう、やばそう、なんかお見せできないものになっちゃいそう。
ひろちゃんが直接好きって言ってくれて嬉しいってさ言ってません、やめてください、そんなこと言うのはって言っててください。私はそんな記憶はございませんって言ってて、妹は7期受ける、受けないよ。飲んだら泣き出す、失礼な人を何だと思ってるんだ。テンション高くて焦る、違うよ、これが私のショールーム配信、本当に。でもまあ今年もね、いっぱい皆さんにお世話になったので、2024年も恩返ししていけるように頑張りたいなって思っております。そんなしてるのにすごく止まっちゃったんですけど、一回すごく負けず嫌いなので、なんだろうな、悔し涙とかあまり見せたくないというか、なんかちょっと弱くなってる自分見せるの恥ずかしいんですけど、恥ずかしいというか、なんかね、平常心でいられなくなっちゃうからあんま見せないんですけど、でもまあなんか本当に支えてくださると嬉しいなって思います、来年も。ね、なんかわかる？なんか本当はなんかそう、なんだろう、安心できるファンの方だからさ、そういうなんだろう、弱いところも見せていいじゃんって思うんだけどね、恥ずかしくなって、恥ずかしいじゃないんだよ、なんか自分が自分でいられなくなっちゃいそうになっちゃうから、いつも我慢して涙とかはあんまり配信で見せないようにしてるんですけど、そうだけどまあ弱ってるなって思う時が絶対に来年もあると思うから、そういう時はファンの皆さんがに任せっぱなしもダメなんですけど、本当に支えていただくと、あ、今弱ってるなって思っていただけたら嬉しいな、その時は支えていただけたら嬉しいなって思います。はい。に酒のせい、なんで博多弁な、博多弁今の、一応福岡ね、東京と思われとるんか。お見送りでなんでするねって、怒られるよって書いてある、甘々で支えてください、ガラスのハートなんで。もうちょっとで順番が来ちゃう。来年も私の推し面でいてね、もちろん支えるよ。みんなの行動をたったった、マジでさ、こんなことしたら私本当酒を飲んだせいでって思われちゃいそうで、本当に嫌なんだけど、本当に今平常なんで、最近は仲良くしてくれてね、本当だよ ねえ、酔っ払ってるって思われちゃう、本当だよ酔ってないです、本当に酔ってない。ラブ注入やんって言わないで、そんな慎吾さんじゃありません、私は今日はサービスいいなって思ってる。だからスピンでしてるって言いたいのか、でもファンはスピン好きだろ。最近アキちゃんと仲いいよね、確かにアキがいてくれるとすごく安心するし、なんかアキとはもっと話したいなって思ってる、マジでアルコール効果怖いって、やだ、まあもうちょっとでお風呂に入っていくので、こんなちょっと私はお風呂に入ったら一時戻らないので、はい、ということでマジでちょっとなんですけど、2023年もありがとうございました、2024年も本当に全力で押してください、そのためにゲッターズさんにも書いてたんですけど、なんか死ぬほど努力するみたいなことを書いてあったので、頑張りたいなって思っております。なので
そう、たくさん笑わないと、わあ、福を招く、うん、みたいな、たくさん笑う一年にしたいなって思います。締めが占いだ。いやだってゲッターズさんに書いてあったよ、なんか厳しかったよ、なんかゲッターズさん私の中に、なんか死ぬほどなんか誰にもなんか文句じゃないけど、なんか言われても大丈夫なぐらい努力するみたいな。頑張るので応援してください。私はもうお風呂に入りたいなって思っているので、明日もあるので、明日も地味にちょっと集合が早いので、うん、そうですね、そんな感じでした。バイバイ。ということで、今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします。これはお酒でおかしいわけではなく、私自身がおかしいということです。ということで、バイバイ。バイバイ。来年の1月、1月はまたショールームするので、待っててください。バイバイ。あ、男女男女読まなきゃ。ちょっと待って。これどうやって読むんだ。こうか。いきます。読みたいと思います。いや、読むよね。あ、ちょっと待って。なんか違うのしちゃった。え、どうしたらいいの？あ、これがこうなって。これが、え、なんだっけ。で、これで。ちょっと待って。たたたらたたたらたたたたたた。あ、あった。ごちゃっぴーさん、チェキアットマーク○○○さん、これは11位楽天男子さん、10位豚バラパラダイスさん、パラダイス、9位たいすけさん、8位札幌の神谷さん、7位あやさん、6位大さん、5位焼き鳥先生さん、4位ちいさんアットマークトウモロコシごはんさん、うわかわいいこのアバター、タカ新囚人さん、2位イコアン、モドムラオイ、2位神吉さん、1位瀬山さんでした。ちょっとざっくり読んじゃった。でもお風呂に、私は本当にお風呂に入りたい。ねえ、本当に酔ってるって思われてる、どうしよう。本当に酔ってないから、もう私は本当にお風呂に入る、お風呂に入るので、バイバーイ。酔ってないよ、本当に酔ってない。バイバーイ。思ったより時間が過ぎておりました。ということで、バイバイ。このテーマ何でしょうか。バイバイ。本当に、これ誰で切るんだっけ。こうか。じゃあね、また来年ね、会いましょう。バイバイ。バイバイ。これです。3、2、